A330MRTT KC-30 ボイジャーイギリス空軍の A330MRTT エアバス A330MRTT はエアバスが A330 から200をベースに開発した空中給油輸送機である2007年6月15日に初飛行胴体ビタンにアービーズと呼ばれる フライングブーム方式の空中給油装置を左右主翼外側にプローブドローグ方式の空中給油ポッドを備える。後者は A340 にて外側エンジンを取り付けていた箇所を利用して装備する形になっている。アービーズはプローブドローグ方式の給油装置 FRU に変更することができ、さらにフライングブーム方式の受け油。 リセプタクルを装備すれば自身も空中給油を受けられるようになる。空中給油オペレーター席はコックピット後部にありテレビカメラの映像を 3D ディスプレイで見ながら給油操作を行う。床下を燃料タンクに当てキャビンを貨物スペースとしていた従来の空中給油機と異なり本機のキャビンは旅客仕様と同様で最大300名の人員を輸送でき 床下は貨物スペースとして使用される。これは床下を燃料タンクに当てなくとも KC-135 などを上回る燃料搭載量を持つためで工述するイギリスのように不要になれば空中給油装置を取り外して民間旅客機に手用することもできる。なお、キャビンに貨物扉を設置した貨物仕様とすれば最大45トンの貨物を輸送でき。 価格混載にも対応できるとされるが、2012年現在、この仕様を採用した国はない。エンジンは、旅客仕様と、同様プラットホイットニーの PW4000、ゼネラルエレクトリックの CF6 から 80E1、ロールスロイスのトレント700から選択することができる。今後の生産機は、構造変更による、空力改善やアビオニクスの更新を行った。 新型になる予定で2016年9月30日に新型 A330MRTT の初号機が初飛行した。オーストラリアオーストラリア空軍の KC-30A イギリスイギリス空軍のボイジャービブの r b ーーズがないことがわかるサウジアラビアサウジアラビア空軍の A330MRTT アラブ主張国連邦フランスシンガポールシンガポール空軍の A330MRTT 韓国スペインナトー、アメリカ合衆国インドブラジル日本インドネシア出展、公式サイト初言性能。ありがとうございます。